囲碁用語で、目を作りやすい、相手の攻撃を受けにくい、相手を封鎖しやすいなど何らかのメリットがある、部分的に定まった打ち方のことを指す。ここはこう打つのが形、形を整えて、反撃を狙う、といったように用いられる。例えば数の場合、黒1と下がると、白に滑りから4の突き当たりを聞かされ、眼形を奪われる。黒1と駆けついでおけば、 眼形に不安はなく、後を強く戦える。この場合、黒一の駆け継ぎが形などと表現される。またこれと逆に、一子の働きが重複して能率が悪い形などを、悪形、愚形などと表現する。形に従って打つことは絶対ではなく、愚形の妙手というものも存在するが、ある程度の形を身につけることは、上達に重要である。 石の働きが重複せず、打ちやすい姿であることを、光景と表現する。目が作りやすい、後に、相手からの着かしや、反撃の余地を与えないなどの状態を指す。星に、三三入りした場合の定石。A と B の二つの断点が生じているが、ここでは黒一と駆け継ぐのが光景。二つの霧を同時に防いでおり、一万一包囲されても、 眼形が豊富なので心配が少ない。A や B に固く継ぐのは眼形が少なく働きに乏しい。1や A の点に打っても霧は防げるが白2の挟み付けなどから可変侵入の手がかりを与えてしまう。後景と逆に石の働きが重複している姿を具形と呼ぶ。本来広く展開できる石が不必要に固まっている状態などを呼ぶ。 上査図が、秋三角と呼ばれる典型的な具形。A の点のダメが空いた三角形なのでこの名がある。本来二つ並んだ石からは、上渦野のように飛んでも決して切断されることはない。にもかかわらず沙図のように隣接させて打っているのは、石の働きがダブっていると考えられる。が、ぐずみのように、自らわざと秋三角を作りに行き、狙いを作る手もある。なお、 A の点に白石がある場合には、秋三角とは呼ばず、愚形でもない。白五までの姿は、その形から、陣傘と呼ばれる。秋三角にさらに石がくっついた愚形。眼形も、乏しく、黒に攻撃目標を与えるだけとなる。白五では、A と項で戦うなどが普通。石が密集し、その効果が重複して、効率の悪い形になっていることを。 凝り形と呼ぶ。白1と2間に開くと、黒2とこすみつけられ、白3となる。この場合、白の2つ並んだ石からは本来 A くらいまで開きたいところであるにもかかわらず、狭く開いてしまっていることになる。これは効率が悪く、凝り形ということになる。右下、左下はそれぞれ定石形であるが、黒1から白7と進行すると、結果として、 硬い黒7までの石から黒へと一見に狭く開いた形になっており効率が悪い姿。黒はこうした凝り形にならないよう黒1で別のかかり方をするなど工夫をする必要がある。図の形から例えば隅を守ることだけを考えて黒1.3と付け引くのは白4と継がれて黒との連絡を自ら断ち切ってしまう。は 白の強い石に張り付いた形で、自軍の石を自ら弱体化させたことになる。このように、自ら分断されに行くような手を、裂かれ形と称し、悪型の代表とされる。三村智康、石の形集中講義、楽に身につくプロの感覚2006年。ありがとうございます。